2022年の第3回英検準1級に出た単語の分析していきましょう。5回目の出題で4回正解になってますから、今までこれめっちゃ出てます。8回目の出題、不正解選択肢っていうのも覚えておくことが大事なんですよ。さあ、始まりました。マチェチャンネルです。さあ、今回は2022年の第3回英検準1級に出た単語の分析していきましょう。はい、本日2023年1月22日に行われた問題ですね。今回も英検の英単語対策だったらこれが最強という、はい、データ単語の提供でお送りいたします。もうね、定着しましたよね。過去に出た問題をね、全部ストックしてありますから、まあ、めちゃくちゃ当たるわけですよ。はい、そして今回は準1級、25問中ですね、データ単語準1級に載っていた単語は全部でございます。はい、ということで25問すべて載っておりました。今回データ単完璧にやってた人であれば余裕で全問正解できたと思います。では正解になったやつの情報をね、データ単の出題データに基づいて紹介していきたいと思います。はい、1問目の正解が instrumental ですね。はい、この instrument 道具は知ってる人多いと思いますけど、便利なというですね、これトイックでね、出た時にね、難問として扱われましたけど、まあ、その後全然見ないですが、英検準1級では5回目の出題で4回正解になってますから、今までだからすごく正解になりやすい単語なんですよ。だから絶対覚えておきましょう。で、続いて2問目は underrate が正解でしたね。 under 下じゃないですか。で、rate っていうのが評価するなんで、下に評価されてる、過小評価するってやつですね。昨日見てた Netflix のドキュメンタリーには overrate が出てましたね。過大評価するが、はい、今回2回目の出題で初めての正解になります。覚えやすいんでぜひ覚えておきましょう。で、続いてが perish ですね。はい、朽ちるとかね、まあ今回人でしたよね。人が死ぬという形で出てて、こちら4回目の出題で初めての正解になりました。だからやっぱり今まで出てきたね、不正解選択肢っていうのも覚えておくこと大事なんですよ。で、続いて peasant、 はい、小作人とかってやつですよね。3回目の出題で初めての正解です。お、今回初めて多いですね。 ant っていうのは人を表すことが多いですので知っておくといいですね。この設置としてね、 applicant、 participant とかね。続いて flaw、 はい、何かしらの欠点っていうので出てましたね。はい、4回目の出題で2回正解になってますね、これで。次 paralyze、この麻痺させるってやつね。まあ私今指が麻痺してる状況なんですけど、なんか恐怖でね、もうあーみたいな文脈で出てたと思いますね。はい、4回目の出題で2回正解になっております。はい、 50% ですね。続いてがね、 amicable、 友好的なとかってやつですね。まあアミっていうのがね、フランス語だと友達って意味ですよね。で、エイミアボーっていうね、愛想の良いっていう単語ですけど、まあこれと同じ単語ですね。これもともと同じ単語ですね。アマチュアとかもそうですね。アマチュアのあの愛好家、愛想の良いと似てるじゃないですか。3回目の出題で3回とも正解です。 100% 正解になってるわけですよ。こいつは絶対覚えとかなきゃいけないですね。次が incorporate ですね。はい、これをなんか統合する incorporate A into B の形で登場してましたね。3回目の出題で2回正解になってます。続いて domestication ですね。 domesticate ですね。 domestic とか言うじゃないですか、家ってやつですけど、まあ飼いならしたりすることですよね。今回は犬っていうのをね、飼いならすっていう話だったんですけど、まあそう、犬の起源ってね、大学入試の長文問題でも出やすいですからね。もともと狼のね、野生のものだったのがだんだんこう飼いならされて人間と共に過ごしていくんですけど、まあこういう風に犬とか猫とね、どうやってペットになってったかっていうのは実は出やすいトピックです。4回目の出題で2回正解になってますね。次が previously ですね。まあこれもトイックで過去に出てきた時にすごいおーってなったんですけど、まあ丁寧にとかってやつです。で、2回目の出題で初めての正解になってます。で、続いて revive、 まあこれはまた復活するわけじゃないですか。 revival とかって言ったりもしますね。 vive っていうのが生きるわけですね。だからサバイバーとかっていうね。はい、3回出題されて初めて正解になってますね。で、次が frail、 はい、こうか弱いとかね、弱いことを表すやつです。気弱とか、まあ一時的な儚いみたいなやつですね。4回出題されて2回正解になってます。で、次が solitude ね、孤独のやつで、ね、living solitude っていう形で int 使ってましたね。はい、孤独に暮らすってやつです。4回目の出題で2回正解になっております。続いてが artifact ですね。はい、まあなんか作るやつね、工芸品的なやつでしょう。今回ジュエリーとかが書いてあったと思いますね。はい、3回目の出題で2回正解になっております。次が transmit ですね。はい、データ、インフォメーションだったかな、を transmit するっていうので、trans は超えるとか、で、mit は送るですね。remit 送金するとか、送られてる施設だ、missionary とかね、ああいうやつです。
これめっちゃ出てます。8回目の出題で4回正解になってますから、おすごいな、相当出てますね。次、パセリック、こんなの出るんだね。めっちゃ口語で使う表現ですね。まあ、哀れなとかさ、救いようのないとか、まあね、役がね、硬い役が当てられてんですよね、日本語だと。自分はもう英語の意味、パテレックね、もうなんかもうめちゃめちゃかわいそうなやつ、みたいなね、めちゃめちゃ使います。初めて正解になってますね。カッコ、5回出てるんだ。5回目の出題で初めて正解になってます。もう日常をめちゃめちゃ使うよね。はい、続いて、コンテンポラリー。はい、現代のね。現代的なとかっていうやつですね。テンポっていうのは時間ですから。で、5回目の出題で2回正解になっています。次がカバレッジ。はい、カバレッジ、まあカバーっていうのがね、いろんな意味があると思うんですけど、メディアカバレッジっていう形でしたね。報道の意味で登場していました。まあニュースカバレッジとか非常によく使う表現ですね。4回目の出題で3回正解になっています。続いてデフィシット。はい、お金系もよく出てきますよね。はい、赤字。5回目の出題で2回正解になっています。続いてカーブ、この掘るやつだよね。なんか石から掘るって言ってたと思う。カーブは3回目の出題で初めて正解になってます。続いて withdraw、 退却するってやつですね。ですね、まあ、お金を引き出すだけじゃなくてこういう意味ますね。 draw が引くなんて覚えやすいですね。6回目の出題で3回正解になってます。お、 50% ですね。で、こっからがいわゆる大の苦手な人が多い熟語です。はい、まず最初が roll in ですね。はい、やってくるとかってやつだよね。今回はなんかストームかなんかが来たよね。そうだ、こういう風に口語も結構出てくるんだよね。で、2回目の出題で初めての正解になっております。あ、これ過去に出てたわけですね。続いて go under、 おー、へー、倒産するとかね、潰れるとか。今回もお店が潰れるって話でしたね。4回目の出題で2回正解になっています。続いてが make out。 はい、 make out ってまあ分かるっていう意味が有名だと思うんですけど、大学受験とかだとね。ここでは判読するって意味ですね。自由、それで登場してましたね。6回目の出題で2回正解になってます。6回も出てんだ。続いて watch over、 まあこれは簡単ですね。まあ見守るとか世話するってやつで、今回の世話するっていう意味で出てたと思いますね。なんか動物の話だったね。子猫、そうだ、キッテンを見てるっていうので出てたと思います。3回目の出題で初めての正解ということで、全部出た単に出てましたので、やってた人はお得だったと思いますよ。はい、それでは出た単を実際やってみましょう。今回はどれやろうかな。診断テストいってみましょうか。テストスタート。タコ、タコ、取り組む。Relic. Relic. 異物。Obsessed. Obsessed. 頭がいっぱい。Obsessed. Drawn. Drawn. Dispose. Dispose. してる。Dispose. Lawfully. Lawfully. 合法的。Substantially. Substantially. をたくさん。Throw the race. Throw the race. Lift one's eyes. Lift one's eyes. Delegate.Delegate, 任せる。Presume, presume, 推定。Accord, accord, 一致。Dimension, dimension. Discreet, discreet, 視力分別。Sacred, sacred, 神聖。Hit the roof, hit the roof, 起こる。Win over, win over, はこれ、セット。Associate, associate, 結びつける。Revise, revise, 改定。Exhibit, exhibit, は、inmate, inmate.入所してる人。 Vulgar, Vulgar, 下品。 Unstable, Unstable は不安定な。 Foresight, Foresight, 先見。 Botany, Botanical Garden っていうね。はい、言いましたって感じでできるわけですね。どうですか、皆さん知ってました？はい、で、これのすごいところはですね、マル秘ボタンのところ、こうやって出題データが見れるわけですよ。過去にどれだけ出てきたか、何年の何回に出てるとかっていうのが見ることができます。で、あとすごいのはですね、まあ、ディメンション。はい、ディメンション。辞書ボタンがあるんですよ、これね。はい、そうすると、Google イメージでね、見たりとか、語源 Google で語源を調べることもできますよ、とかっていうのがね、出てきてる。こんだけオンライン辞書見ることもできるし、で、あとそう、内蔵辞書ですね。私、物書き堂入ってるんで、物書き堂のところに行けば、こうやって飛んで見ることができるわけですね。D っていうのが横切ってで、メンションを測ることです。メジャーのことですとかって、ジニア性は第一点ですけど、っていう風に見ることができるわけですね。はい。こうやって学習することが可能なんですよ。A ナビってほら、英検のやってるやつにも飛べるんですよ。ほら、そうすると、ちゃんと英検準一級レベルって書いてありますね、これね。はい。という形でですね、ぜひともデータターンをやって、次の英検備えて勉強してもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、準一だけじゃなくて、他の級もありますからね。ぜひともやってみてください。はい。データターンは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.